さあではですね、立方体の切断ですね、これはね。でどういうふうに切断されているのかというのをよくよく見てみると、8センチ8センチでここ8センチなわけですから、これが一辺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 となるような立方体なので、ちゃんとイメージをしてあげると、こういうふうにもともとあった、これ実践で書いた方がいいのかな、もともとはこういうふうになっていたはずですね。これ見えなくなる、いや見えなくならないな、よいしょ、もともとはよいしょよいしょよいしょでよいしょと見えましたかね。こういう立方体があって、ちょうどねこの対角線といえばいいですかね、立方体の対角線、ここからここの頂点を通るように斜めにスパーッと切ってるわけですね。当然これもねちょうど半分になってるわけですね。8センチの部分がここ8センチに来ていて、4センチ4センチになっているので、まあ綺麗なね半分の形になってるわけです。ですから立方体の体積を復元してあげて、それを半分にするっていうふうに考えればいいわけですね。こういうふうな計算になるわけです。そうするとどうなるの、2322だから332、ちょっと待ってね、8だから256ですか、立方センチメートルっていうふうになるはずですね。はい、まあこういうふうにね計算をしてしまえばいいので、そんなにね斜めの切断も怖くないんじゃないのかなと思います。